こんばん,はこんばんはこんんばはお疲れ様でしたホテルに着いてあのー、今日のイベント終わってご飯食べてホテルに着いてからもう疲れすぎて寝てましたい <laughs> ちゃんありがとうちょっと仮眠も爆睡してました もう疲れた <laughs> 今日はね移動とかもあったし一日一日朝からちょっと睡眠睡眠をね削ってちょっと今日に備えていたので雑巾さんありがとうあのねちょっと疲れ疲れがどっときてホテルに着いた瞬間 爆睡皆さん来てくださった皆さんありがとうございますありがとうございましたありがとうみんな。 けけつけてくださった皆さんありがとうございましたあの本当にねファンの方がたくさん来てくれてることにねスタッフさんとかあの関係者の方々にすごく喜んでいたので私も嬉しかったですしファンの方が来てくれてすごく感謝の気持ちです。 明日もあるので頑張らなきゃいけないのですがそう私も初めてのねウィンズあ梅田行くねありがとうウィンズ道頓堀でウィンズという場所が初めて私は行くのいに来たんですよ今日綺麗でしたあのすごいオープンしたてで「ヤクさんありがとう」 オープンしたての場所だっったたのでたで綺麗だんすけど MC もねあの今日司会司会者としてなんと2回目2回目にして司会者としてあのイベントをねこう進行するってなかなかないと思うんですちょっと本当に私心配して不安で <laughs> 不安だったんですけどちょっと乗り切り なんとかもう無事乗り切ったんですけどあのなんだウィンズでこうイベントするの初めてだったしどういうものかね全然想像ついてなかったんだけどこう台本だけじゃ。実際やってみたらもうパドックとそのなんて言うんですかパドックとあのレースとこう。 東京だけとか京都だけならいいんですけど私たちは京都と東京をね 2, 2つの会場を2つともレース検討会としてこうどっちも取り上げて、えっと、レースを追っていたのでどっちの会場かね分からんくなるぐらいのバタバタさでそう。 ちょっと見るだけでも大変なイベントですごくいい特殊な「今日は特殊なイベントです」ってね「あの今日は特殊なイベントだったので」みたいな「そういつもはこんなバタバタじゃないと思います」みたいなスタッフさんとかにも言われたんですけどもう本当にすごいバタバタで <laughs> 買えなかったです私馬券を今日買えなくてそう 今日はもう予想をお二方記者の方に聞いてちょっと推奨場上げてもらって飼い犬とかもなんか上げてもらって私はもう進行するだけで精い手,手一杯というかなんかもう買いに行く暇ってなかったのであの本当にすごく2時間が2時間が10分くらいに。 <laughs> 大げさすぎますがでも本当に2時間やった気しないくらいあっという間ですごくうんそうそうなんかもうレースが重なりすぎててあの6レース全部でやったんですけどそう東京とあの京都の2つの会場がもう行き来してたからあの大変でしたねかなりちょっとあっという間にはい終わってしまって びっくりですこんな感じなんだと思って <laughs> でも特殊とは言われました今日は特集明日は毎日王冠とあの京都大笑点の2つのレースなのであのそこに集中して2つ集中して、えー、私の水晶馬とか買い目とかも言ったり私も実際馬券購入してレースをね 楽しめると思うので明日ゆっくりだと思,う思いますそう本当にね映像が次々とねなんか流れてってねそうでもファンの方にがいてくださったおかげでちょっとよかったです本当にありがとうあの「トースポウェブ」にね入会してくれた皆さんも本当にありがとうございますそう石川さんと予想会そうなんです 優しかった石川さん、はい、すごい本当にねお大阪でファンの方にねこうして外仕事で会うっていうのはなかなかレアなので <laughs> 嬉しい気持ちにもなれました。 とにかくあーでも観光してなくて終わってからまあちょっとイベント終わって待機してその後なんかご飯を食べたんですけどご飯はなんは何か大,大阪グルメとかじゃない普通に <laughs> 普通に夜ご飯をね食べに行ったんですけどなんかうん大阪っぽいことしたかなでも道頓堀通った 写真撮ってなんか道頓堀のたこ焼きをあのでイベント前にスタッフさんが買ってきてくださったのでちょっとパクッとうん4つくらい食べた <laughs> 4個くらい食べてそれだけですね青胆 T シャツ赤にしてだいあ正解はーいもう目立つ目立つ私の赤 T シャツ着てくれてるのもうやっぱ目立つって 超目立つのであのであ最高です最高ですというかもうそれを着てくださる方も着て着てない方もそうなんだけどまあ,あのどっちでもね私は OK なんですけどあの着てくださる方がねいるとあのやっぱ私のファンの方あの <laughs> <laughs> すごいみんな大人の方も「あソン村民来たよ」みたいな感じで言ってくれるので「村民いましたよ」みたいな <laughs> 言ってくれてすごくトースポさんにも村民ンンというあの存在をもう認知していただいてるくらいトースポのスタッフさんも「村民ンン来たよ今日も」みたいな言ってくれたりしてちょっと嬉しいです <laughs>。 そうちょっとね広めてトースポさんに広めていきたいっていうのも <laughs> いやでも嬉しいです本当にトースポさんが優しいなと思って改めてトースポさんのおかげで今回の仕事とかもできてるしあの本当にトー,トースポさん様々なのでみんなトースポウェブには入会してください。<laughs> <laughs> イベント会場で入会できると思うんだけどもうぜ,ぜひとも「トースポウェブにに、ね、入会してくださいはいほんに感謝もうトースポさんねいい方ばかりでなんか大人の皆さん JRA さんの方もそうだけどね本当にねちょっと頑張ろうって言ってくださってるので。 ちょっっと私もう本当に頑張ろうっていやもう競馬って甘い世界じゃないなってあのこうイベントをねさしてもらって改めてすごい思うんであの生半可な気持ちじゃできないというかちょっと人生かかってるみたいなとこあるじゃないですかお金かけてるからね競馬ってみんな一人一人のやっぱね何て言うんだろう熱いんですよやっぱみんな応援の仕方がね。 なんでやっぱりそうね本当に私ももうちょっと本気でなんか向き合っていかなきゃいけないお仕事だと改めて思いましたしそうやっぱマイレースねちゃんとしっかり見てそう知識がすごいのでプロの方ってそうなんだよね。 やっぱそれくらいじゃないとなんかすごい本気,本気でね向き合わないとダメなものだとスポーツですよねもうスポーツ何でもそうだけど競馬ってやっぱ、うん、スポーツの競一つの競技だけどギャンブルってお金がかかってるってさすごい特殊じゃないですか。 たださ野球観戦とかさそういうのと違うというかお金をかけてね楽しむものだからこそやっぱりその分ねその分なんかやっぱりもっとねそう学ぶ方もなんか。 その姿勢っていうのはもうねやっぱ本気じゃないとねそうそうなんか説得力みたいなものに欠けるんだよっやっぱ頑張ろうと改めてねそうそう東京うん東京でもそうでもアイドルのファンの方もそうだし競馬のファンの方また違いますね結構熱いい方多いので お金ディーゼかってますから <laughs>、うん、そう外せもしありますね。夜十一時とかだっけ、私もそれすごい楽しみにしてるんだけど、まあ日本の馬出ますからちょっとかけたいな、なんか記念にねかけたいよね。 1一着をね凱旋門書でまだ取ってないです。取ってないから。あ、取ってないですよね。取ってないから。これ1着取ったら。たけさん。うん、確かに。1着取ったらやばいですよ うん、まあでもこれで人生変えるんだみたいなこの馬券で人生変えるんだみたいな方 <laughs> もいるくらいやっぱ人それぞれね買い方それぞれあるのでなんかねそれでな,なんて言うんだろうそこでまあ いろいろな楽しみ方ありますけどねこのこのいやっぱ馬券で人生変えるぞみたいなそういう熱い方もいるからねすごいいろんな方がいてやっぱり盛り上がっていました今日もねなんかいろいろな買い方してうんすごい盛り上がってました、ね、いやなんか明日の満潮感と 京都大商店のやつは体いい予想な予想じゃない予想はしてるんですけど水晶馬とか買い目とかまあうんぼちぼちも決めてはいるけどあ千1919ありがとうございます明日で1920になりますあっという間に。 はい、明日はウィンズ梅田さんにてレース検討会をするんですけど誰でも見に来れるのでぜひそう石川記者も優しくてうんそうしっかりメモ帳を持ってはいまあ今日明日のね ためにこう事前にあの準備していっぱいメモにいろんな情報を書き込んでそういました <laughs> 大阪駅の真ん中が人もそう,そうだよね。 非常にいなくて寂しい今日は育の生誕祭だったんで素敵な生誕祭になったかなそう大阪から頑張れという気持ちを持ちつつ私も頑張んなきゃっていう気持ちで <laughs> いましたけどねっまあでも六期の2人藤心とゆいのヨイネが出れたからねよかった。 いやなんかもうほんとこれからも、ね、競馬皆さんファンの皆さんもそうなんですけど一緒に私と学んでってくれたらいいなって思ってますなんか心強いですその方が <laughs> 一緒に競馬楽しんでくれた方が心強いしいろんな情報共有できたらね嬉しいなとは思うんですけどそう一緒に学んでくれると嬉しいなって思います 結構寂しくなってる。本当。あ、B L D もありがとうございます。ありがとう。駅伝シーズンなのでそっちで頑張る。そっちもあるもんね。楽しみだ。前愛知の方が詳しい <laughs>。ファンの方の方が詳しかったよね。最初は私もうそれ、そう本当にファンの方。 に負けずに知識をね増やしていってますのでちょっとこれからまだまだ成長していきます競馬アイドルねやっぱ私結構好きなものには熱中できるというか好きなものに熱中してなんかすごい どどんどん深いところまでなんかなんていうんだろうな学んでいきたいなっていきたいなっていう人なのでハマったものはね。なんで競馬もやっぱりちょっとそうだね今日今日もまたなんか次のお仕事のお話とかもちょっとしてて競馬の。 すごくなんかもう楽しみで楽しみっていうかなんかそうちょっと頑張ろうっていう感じですまたいろいろねいろいろねちょっとそう次のお話とかも頂い,いてたりしてそう。 うん、なんかイベントっていうか私自身のお仕事というかうんでもちょっと <laughs> まだねまだまだ完全に決まってるわけじゃないけどちょっとこのしそうお仕事また次もねできたら嬉しいなと思ってるのでやっぱいろんな大人のね関係者の方とやっぱすごくコミュニケーションをとって 私の熱意みたいなのも伝えてるしうんまたね今後ともそうあの続いてい,いってもっと私はね競馬アイドルとして成長できるように頑張ろうって思ってるのでそう私もねしっかりうん。 たくさん勉強し続けます今後とも野球に競馬に駅伝といろいろちょっとちょっといろいろと <laughs> 忙しいシーズンですねちょっとね皆さんと一緒にね競馬楽しめたら嬉しいです すごいよねちょっと一旦ショールーム終わります TikTok ライブの方で15分くらいやろうかなではランキングいます中3位有丸ちゃん12位山崎パンさん11位岡井さん10位 関西のおっさん、九位ひろちゃん、八位双眼鏡さん、七位ゆたあちさん。六位むっちゃん、こいたあたんさん、四位やくさん。え三位ふくぺぐさん、二位ぞっさん、一位でいちゃん。スポーツらしく完成してしまう <laughs>。ちょっと、そうね、私やっぱスポーツ好きだなってね、見るの好きですね。 と,とにかく今日本当に本当に私ちょっとうーんなんかとりあえずなんか乗り切ったよっていうことです大阪から以上です <laughs> ちょっと TikTok の方で15分ぐらい配信して終わりますじゃあね